伊沢拓磨のおやすみ小話。皆さんこんばんは、伊沢拓磨です。伊沢拓磨のおやすみ小話と題しまして、今回からラジオを配信していきます。第1回のテーマはラジオ始めますということでお送りします。まあ、そもそもなんで僕がラジオを始めようと思ったのかだったり、今後どんなラジオにしていきたいのか、そんなことを今日はお話ししようと思います。まず僕がラジオを始めた理由なんですけれども、一つは僕が単純に好きだからということがあります。何か作業している時だったり、少しの空き時間に僕もたびたびラジオを聞くんですけれども、例えば伊集院光さんのラジオだったり、ライムスター歌丸さんのラジオをよく聞きます。それでラジオの魅力はですね、やっぱり視聴者さんとやり取りしたりする中で、すごくミニマムなね、世界にフォーカスして、その世界をこう深掘りしていくっていう、そこがすごく面白い世界だなと思います。これはまたね、テレビとか、まあ、他の YouTube だったりとか、そういうものとちょっとまた違った魅力だなと思うんですよね。こう生放送っていうのも一つそこに含まれていて、あまり編集しすぎない、こう生々しさというか、そういうものが、あのラジオってすごくいいなと思っていて。なので僕のラジオもですね、あの生放送ではないんですけれども、まあ、なるべく生感というか、編集しすぎないものをお届けしようかなと思っております。そしてもう一つのラジオを始める理由なんですけれども、以前僕がインスタで皆さんに今後僕にやってほしいことありますかっていうようなアンケートを取った時にですね、意外と2番目ぐらいにラジオが多かったんですよね。なので、まあ、皆さんが、やってほしいっていうことだし、自分がやりたいことでもあるので、まあ、この機会に、始めてみようかなというふうに思いました。せっかくね、YouTube もチャンネル登録者が1800人を、超えました。なので、そんな皆さんにもっと楽しんでもらいたいっていう理由もあります。じゃあ、今後どんなラジオにしていきたいのかということなんですけれども、タイトルがおやすみ小話ということでですね、お休み前に、ちょっと聞いてリラックスできるような数分間の小話をしていきたいなと思っております。内容は、まあ、その時々で、僕の好きな、旅だったり、音楽だったり、カフェだったり、猫だったり、その時々で、変えていこうと思うんですけれども、あとは中国語を考えてます。その番組内で僕が中国語を実際に話してみたり、インスタの本日の中国語みたいにですね、何かこう勉強に役立つようなフレーズだったり勉強法だったり、そういうものを紹介するのも面白いかなと思っております。弾き語りもできたらなと思っています。これも他の YouTube の動画とはちょっと分けて、こっちはゆるく、まあ、あまりこう編集しすぎないような、弾き語りを届けられたらなと思ってますので、こちらも楽しみにしていてください。まあ、やっていく中でですね、皆さんからも意見をもらいながら、いろいろ変化していこうと思ってますので、どしどしコメントを、いただけるとありがたいです。はい、ということで第1回はラジオ始めますというテーマでお送りしました。明日はですね、僕のファースト写真集道草の発売記念イベントです。以前1回開催を発表したんですけれども、コロナの影響でできなかったので、今回振り替えという形で11月、そして12月にですね、イベントをすることになりました。いや、本当に皆さんお待たせしてしまったんですけれども、その分濃い時間にできたらなと思っております。撮影秘話だったり、制作段階のね、どういう風にできてったのかっていう話だったり、僕のお気に入りの写真だったりとかですね、あとは皆さんからもね、こうどういう風に道草を楽しんでたよとか、このページこの写真が好きだなとか、今後またやるとしたらどういうものが見たいとかね、いろんな話ができたらなと思っております。僕も久しぶりのイベントなのですごくワクワクしています。はい、
明日は大阪と名古屋で、お会いしましょう。はい、ということで第1回目お届けいたしました。これからもどうぞよろしくお願いします。では皆様おやすみなさい。